皆さんお元気ですか？高田でございます。美晴長崎、Z1 に皆さんのご支援でなることができました。もうご存知と思いますけども、本当に私的にはもう長崎に奇跡が起こったというふうに思ってましてですね。まあでも Z1 になったことはもう皆さん過去のことです。まあ、これからはまた Z1 の中でどのような立ち位置で頑張れるかという次のですね、世界へ前へ前へと進むわけでございまして、Z1 の中でも、たくさんの夢をみんなで持ってるんですよ。まあそうですね。大場に言えば ACL 狙いたいなとか、ちょっと大場ですよね。まあこの J リーグの方ではですね、川崎フロンターレさんがね、最後に劇的なね、優勝しましたけども、まあそこまでいかなくても、そういう仲間に入りたいなとか、夢はどんどん大きくなってまいります。これのためには、皆さん方のですね、ご支援がいるわけですけども、今日は、ならではをですね、毎回ね、お会いいただいている読者の皆さんに対するメッセージでございますから、ならではを見て、毎回ですね、美晴を感じていただけるようにですね、私どももみんなで頑張っていきますから、応援の方をよろしくお願いしたいと思います。まあ、私は何度か申し上げてるんですけど、この美晴長崎というのはどういうチームにしたいかというのはですね、勝ち負けは私は本当に勝たなきゃいけないと思います。手段であると。で、皆さんがスタジアムに来られた方、あるいはテレビとかいろんな媒体を通してご覧になる方が、わあ、やっぱビハーレン見たら元気になるんだよな。明日からまたね、新たに頑張ろうとか、子供の夢につながってみたり、高齢化社会の中で、まあ、ご年配の皆さんが言ったら、わあ、私100まで、いや、110まで生きて、もっとビハーレンの先を見たいなとか、そんなおっしゃっていただく、少し心のね、こう安らぎみたいなものが与えられるチームであればな、というふうに思ってます。で、特に長崎は、広島と同じようにですね、やっぱり平和を発信できるチーム、唯一の、世界の唯一のチームじゃないかと思ってますんで、まあ、ユニフォームにもその思いを込めました。そういう思いで、平和というのも、本当にシンプルに平和の尊さを、この試合の中で伝えることができたらなと思ってますんで、皆さん、ますます応援の方をお願いします。皆さんの、このならではの読者の皆さんの応援があれば、あるだけ、監督も選手もスタッフもみんな頑張れると思いますんで、ならでは同様、ビアーレン長崎の活躍にご期待ください。